三坂峠は、基礎山脈南部の岐阜県中津川市と長野県、下稲郡あっち村の間にある標高1569メートルの峠である。位置は、北緯35度28分19秒時計137度37分55秒。 北緯35.47194度、統計137.63194度、35.47194、137.63194。木曽山脈南部の主領線の富士見台と、江名山との安部である。木曽川、水系落合川支流の平川と天竜川、水系あっち川の支流その原川との分水嶺となっている。岐阜県側からは、 林道をい矢切りは厳選で、峠までの車両乗り入れは可能であるが、長野県側の峯越林道は崩落の危険があり、ゲートが設けられ、一般車両の通行が禁止されている。岐阜県の方山形立自然公園を収めたという、伝説から来ているの一端を成している。古代には、品の坂と呼称され、東山道は、この急峻な峠を越えて、稲方面に抜ける形になっていたが、 中山道は、比較的緩やかなま込峠を経由して、基礎方面へ行くように整備された。西側の教師自ら、三坂峠まで林道を何度も横切るルートとして、東山古道の登山道として整備されている。岐阜県江那市から、長野県塩尻市にかけてほとんど、中山道と並行している形となっている国道19号に、 対して、中央自動車道の江奈山トンネルはこの峠の約1キロメートル北側に掘られており、中央自動車道の道筋もまたそのほとんどが奈良時代以前の東山道沿いとなっている。峠は江奈山、富士見大高原、三坂山などへの登山口となっている。峠から北北東5 0 0ルほどの林道終点には、あちむらの山小屋、一万竹荘があり、 無接機に営業を行っている。ありがとうございます。